この動画は、アプリに詳しいユーザーが X に投稿した画像です。見た瞬間、は、とか、え、キモいとか、思った方も多いのではないでしょうか。しかし、実はこの画像は AI なんだと噂されています。つまり、松本人志さんが実際に行った行為なのではなく、これは別人がやった行為で、画像は加工されて作られたものであり、実際に起きたことではない可能性が非常に高いのです。残念ながら、この画像については、これ以上の情報がなく、真偽のほどははっきりしませんが、よく見ると、おでこの部分の色が、髪の毛に近い方が薄くて、松本人志さん本人の肌色と比べると、松本人志さんの肌の方が、暗いトーンな感じが見受けられます。このように、画像だけの場合では、本人が行った本物の写真なのではなく、AI の可能性が考えられます。なので、すぐに信じるのではなく、皆さん、どうかご注意を、といった説明の記事を掲載しておりました。しかし、視聴者の方から、顔だけ貼り付けるのはさすがに無理があると思う。腕とか足も出てるわけやし、違う人やとすぐ特定される。他のまっちゃんの写真見てき、おでこの色だけ違う感じやったわ、という意見をいただき、調査したところ、この画像は、フライデーさんが1月25日にスクープした記事のものと同じ写真である、ことが判明いたしました。フライデーによると、この画像は、2018年の10月に開催された、アテンド飲み会のものだということです。そして、以下の内容が、画像に足だけ写っている女性の証言の一部になります。松本さんとの飲み会には、クロスバー直撃の渡辺センスという芸人から誘われたんです。渡辺さんとは一時期、友達のような関係で一緒に飲んだりしていました。ある時、彼から明日めっちゃ VIP が来るから、女の子を用意できる。と連絡が来たんです。もしやるってなったら必ずできる子を呼んでほしいとも言われていました。私は VIP が誰なのか気になったこともあり、友人の一人にその条件を伝えた上で、当日は二人で飲み会に参加したんです。参加者が一人ずつ別室へと呼ばれる中、 A 子さんも隣の部屋に連れられると、男性陣4人の中で誰が一番良かった、強いて言うなら誰、としつこく迫られたと言います。困った A 子さんは、じゃあタムケンさんでと答えますが、集計を終えたタムケンが口にしたのは、なんと2人とも松本さんでしたという一言だったのです。私も友人もタムケンと答えていたから本当に驚きました。松本さんは気分を良くしたのか、笑いながら、じゃあもう3人やな、と私はやんわりと断る返事をしていたのですが、松本さんが友人の体をポンと叩いて、今日はこの子で、じゃああっち行こうか、と友人を寝室に連れて行きました。毎回こんなことをやっているのか、慣れている感じはしました。ただその友人もそういうことがあるかもというのは事前に理解していたので、嫌がる感じはなかったです。すると残りのメンバーと私は、俺たちは部屋出ようかと話して部屋を出て解散。ホテルの外まで出たところでタクシーを拾ったとき、タムケンさんがタクシー代として3000円を財布から出してきて、こちらが断ると今度はタクシーの運転手に強引に手渡していました。私は友人が心配だったので残りますと伝えたんですが、一旦帰り。と最後はタクシーに乗せられました。松本さんはこの時彼女たちに向かって、俺は上に乗ってもらうのが好きなんやと話していたんだそうです。文春に続き、フライデーまでしもが、まっちゃんの記事を取り上げるようになってしまいました。一体どこまでこの件の暴露は続くのでしょうか。今回、筆者が、気をつけていたにもかかわらず、画像を AI の偽物であると見間違えてしまい、本当に申し訳ありませんでした。以後、より注意して、選別してまいります。万が一、間違った内容が見つかった場合には、できるだけ早く訂正動画を掲載するよう努めてまいります。お忙しい中、今回もご視聴いただき大変ありがとうございました。